Hazard 6。はい、じゃあブルーホースです。今回もねバイオハザード6をプレイしながらやっていきましょう。もうハーバー待ってるから飲んじゃうか。うん、ちょっとね前回パートの続きからになるんですけど、皆さんわかりますか？あのバー RE3 の時なんかはそのジルの服装によってはね、ブラセンが浮き上がってきたんで、こうエイダーあるかなと思ったけど、そこまで作り込みがないのか。本当に行きましょう。夢膨らむ話はまたのお話。前回はそのなんかね、いろいろベラベラ喋りましたけど、カーラが、落ちていきました。ただそれだけです。おーっているのか。うい、ちょっと油断してたわ、完全に。カーラを観察しに行くところからのスタートかと思ってたんで。そうだねー。これどうしよっかねー。なんか微妙だよねー、ほんとに。弾がちょっと乏しいので、すごい気になるところではあるんですけど、もうでも、ここで進んでいくしかないよね。意外と枝辺がギリギリでいつも生きているって感じだったな。Alpha Team, this is HQ. We've confirmed that Wong was telling the truth.There's a fully armed aircraft carrier in open water, not far from your location. Satellite imaging indicates they're getting ready to fire missiles on the mainland. It's imperative that you stop them from launching even a single one. Copy that, HQ. Okay, 弾。I don't condone your actions, Carla. But at least now I understand them. 見えた。皆さん見えました？ズームする？見えた。くだらねえよ。じゃあ行こうか。はい。持ってる武器が変わってるしね。しかも今それ弾切れてっかんね。そうか。あ、じゃあチャプター4意外と短いね。そっかそっか。ボス戦ですね。右手に怪しいもの持ってたね。After all, isn't that why you brought me into this? It's a shame. If you had only sought vengeance against Simmons alone, I would have helped you. Human, こうなっちまったら終わりだよね。クローンだからね。とにかく走って逃げ回ってるキックがある。 Help me! Help me! 今おしゃぶり昆布食べてます。まあ確かに途中までは緊迫完璧そうだったね。完璧？喋れてない喋れてない。ぬるぬる。あ、そういえばさ、なんかいろんな人がさ、最近バイオの、なんか、トップ10とかさ、トップなんとかみたいなやってるけど、その中で、エッチな、その、女クリーチャーっていう中で、カーラ入ってなかったね。だってさ、レポティッツァとかが入ってるくらいですね。カーラはさ、一応その人間の姿の段階からさ、もうモンスターなわけじゃん。入っててもいいと思うんだけどね。だって青の衣装でヌブラだぜ。永遠に安定しない世界。なるほど。カーラは安定しない世界で、誰だったっけ、シモンズは安定した世界が欲しかったんだよね。安定したしか欲しいのに、なんであんな人間を脅かすようなウイルスに手を染めてったんだろうね、シウイルス。これなんかあったっけ？バイオシックスのよくわからないのが、こういう時は QT がないっていうね。QT がある時とない時の差っていうのがよくわからない。こうなってくるとさ、バイオの映画なんかさ、クローンがいっぱい出てくるやん。誰が本物で誰が偽物なのかってちょっとよくわかんなくなってくるよね。OK。
これはどうしたらいいんだろうな。She must have injected herself with a powerful dose of the C virus. おう。違う。これだ。OK。なんか2発撃っちゃった。どうにもならないよね。じゃあ降りよっか。あ、ちょっと待って。あ、やっぱり、そうだよね。取り込まれてってるよね。こっち。やっぱこれもダッシュで逃げていくしかないパターンのやつだよね。あー、なんかすごい嫌そう。急げ。開けて。OK。よし。なんか出てくるんだっけ？あ！よし！あ、いて。あ、そういうことになるのか。怖い。うわー言うてる。早く。なんか こんなに怖かったっけこれ。急げ。ぬわは。おお、ぬるっと出てきた。アイムデリック？お前はカーラ、あれ、お前何者だったっけ。なんかよく分かんなくなったね。ステイデサイ。よし、オッケー、ぐるぐる。あ、めっちゃ後ろ来てるわ。おしゃぶり昆布食べて落ち着くわ。で、お、あ、もう拾えない武器ばっかり。お、出てきた。あー、なんかごっついの出てきてる。あ、これ、あ、しまったな。あ、違う。ちょっと、お前、ほっといて。はい、オッケー。こういうことね。あ、こうやってるときにさ、なんかどっかの向き向いてさ、いろいろちょっと変えれるみたいな、そういうのがないから怖いよね。うわー。だいぶ侵食が早いな。とか、思ったけど、この状況になってるときに、上でさ、クリスたちはさ、空母を殲滅させようとしてたわけじゃないですか。おお、おお、うえー、あ、ちょ、迫り来る。ですよねー。あ、これはエッチじゃないわ。グロいわ、シンプルに。てか、さっきまでさ、縦方向で走って逃げてたのにさ、なんで急に横向くのよ。いや、横じゃねえや、真後ろ。てか、壊して。あれ、ちょっと意味わからんかったな、今。逃げろ。ちょ、だからなんで、これ捕まるの ?100% なの。よし。おー、かっこいい。このスロ、え、まさかの弾切れ。あぶね。なんで弾切れの武器装備してたん？いつの間に変えたの？知らなかった。はい。これ、パイルボムの、あれに変えといた方がいいかな？間に合うかな？弾が足りない気がするんだよ。よし、ですよね。あの、後ろの、なんか、そう、だよね。よし。あ、こいつボスっぽい。あれ、 so、big, あれ、こんな硬かったっけ。 so、It's time for you to shut up, Carla. よし、うっちゃい。あ、無理だ。ほい。あれ、ちょっと待って、こいつ、ほいほい、ほい。あれ、ちょっと待って、あー、弾切れた。あれ、ちょっと待って、硬すぎる。あ、開いた。あー、こんな時に弾切れ、そりゃそうなるわ。痛い。よし。あれ、ちょっと待って、全然食らわんじゃん。
よし、よし。開いた、開いた。開いてるのに、開いてる。よし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 、オッケー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 。なんとかなんとか、あぶねえ。もうなんかね、タイトルと内容が全然そぐわないものになっていってしまってますが、まあそこはご愛嬌ということで、まあ前回パートでね、お伝えしてますからね。はい、前回パートってか、ジェイク編の時にね、お伝えしてますからね。うん。さて、じゃあこれで、あ、でも、もう終わりか。チャプター4短いね。ありがたいね。で、終わりだよね。さ、このヘリが実は、てんてんてんって感じだね。ちょうど飛んでいくところにつながる。今日の実況のお供はカルピス白桃味 EAA 逆か EA に入れたんじゃないな、カルピスに入れたんだな。はい、あ、命中率かなこれは。だね、エイダの死、エイダ死んでないけどね、エイダ死んでないけどエイダの死だね。はい、ノーダイングクリア、え、ノーダイングクリア、ああそういうことか。うん、せっかく食われちゃいましたけど、はい、まあご愛嬌ということでね、本パートもね、最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。いよいよね、ラストチャプターに入っていきますが、最後までご視聴いただけると嬉しいです。ではまた次回お会いしましょう。バイバイ。